日本大阪府大阪市西区九条南九条南は大阪府大阪市西区の町名。現行行政地名は九条南1丁目から9条南4丁目。大阪市西区の西部に位置。北は9条、南は境川、西は安治川、東は千代崎にそれぞれ接する。9条の南に位置することに由来する。 2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域もしくは隣接する校区の小学校、 中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。大阪府大阪市西区の町邸、定、あ一覧。人口統計ラボ。2019年10月20日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧。AB、 九条南の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB。平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数町長,長。あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。 平成12年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数町長アザ等、総務省統計局2019年8月16日閲覧 AB 平成17年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数町長アザ等、総務省統計局2019年8月16日閲覧 AB 平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。 通学区域一覧。大阪市。2019年10月22日閲覧。平成28年経済センサス。マイナス活動調査。事業所に関する集計産業横断的。集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。郵便番号簿2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。 ありがとうございます。